マニラで親子で一緒に遊べる場所っていうのを聞かれてるんですけども、まあ、どこで遊びますかというようなお話なんですけど、まあ、モールがいっぱいあるんですよね。マニラ。まあ、日本だとイオンモールみたいな感じなんですけども、SM っていうのとアイアラっていうのが結構幅利かせてて、結構いろいろあるんですけど、まあ、子供が遊べる場所が中にあったりとか、まあ、マニラだとモロベイシャにアイススケートリンクがあったり、映画があったり、まあ、食べる場所とかですね、結構子供が多いっていうか、まあ、平均年齢23歳で若い国なので、子供の遊び場所はいっぱいあるかなと思います。永住ビザなんですけど、まあ親子で移住する場合はですね、リタイアメントビザ、代表の一人、まあご主人がとかですね、取られて、家族分リタイアメントビザで住めたりするので、結構楽かなと思います。すぐに適用はできると思います。住みやすい国です。